はいどうも、ダークネスローズです。えっと、こんばんは。えと、休み明けって書いてあるんやけど、実際別に俺まだ休み明けじゃないんやけど <laughs>、来週からねこれ俺は <laughs>。俺は来週からなんやけど、えっと、まあ一般的には、えっと、昨日の1月4日からまあ休み明けなんんでね、はい。えーっと、このピカチュウかわいいよね。はい <laughs>。 というかね全然、ね、このピカチュウ関係ないんやけどもうこれめっちゃ癒される画像でさそのすごいホワッとした画像でさこんな話をするのはすごい嫌なんやけどさ何個かさ文句言いたいことがあってさ、あのー、まあラジオ動画でね、まあ、ちょっと言っとこうかなと思うんやけどまず1個さ、あのー、まあもうこ1回これね昔多分夏場ぐらいにそいつの名前出して批判したことがあるから。 まあ今回はさすがに名前は出さんあんまり名前出したらさなおなんか逆になんかねあのー、そ,そいつをなんか応援してるみたいになっちゃうから別に応援は全くしてないし興味はないんやけどただ目障りやなって思うのがあのねまあそいつに限らずないよこれその時も多分言ったと思うけどそいつに限らずないんやけどあのー、配信とかをやっててねまあえっ、ー、とー普通のこういうこういうラジオ動画とかは別として その配信でね人が来る状態の配信でもちろんそのツイキャスに限らず他の YouTube ライブとかでもインスタライブでもほ、まあ、他の配信サイトでも何でもいいんやけどまあ人が来ない時ってあるやんか。で、あのー、これも人によっていろいろ分かれてその、まあ、ある程度来るまでは待つ人、まあ、10分ぐらいは待つよっていう人5分ぐらいは待つよっていう人ともうすぐ来なかったらすぐやめちゃう人といろいろ種類いるんやけど。 まあそれは好きにしていいと思うよ別に自由だと思うんやけどもちろんね配信者の自由だし俺もそうするしあの5分できることもあるしなあのほんまに人来なかったら5分できることもあるしまあうーんまあ10分ぐらいは待ってみようかなって思うのが基本やけど基本的にはゼロじゃない限りは続けるみたいな感じだよねコメントがなくても俺はね。なんやけどそのやめ切る切らないはもちろん好きにしたらいいと思うしそれが その鬱陶しいなんて思わないし何で人が5分来ないからって5分ぐらい待てねえのかよなんて思わないけど <laughs> そりゃ、ね、<laughs> 暇つぶしでやってるとはいえさ5分無駄に壁と喋れるかどうかってなかなか難しいからそれはいいんやけどあの何、ー、て言うんかなどうせ誰も来てくれないんだとかさ通知 出してて行くよ行くよって言ってても来てくれないとかって言ってるやつがいるんやけどでそのなんやろコミュとかを見てくれてはいるしなんかモイとかつけてくれてるのにそのいざ配信やったら誰も来てくれないみたいなことをそいつは言ってるわけよ言ったらまあそのコメントもないし閲覧もゼロまあそもそも閲覧ゼロやからコメント以前の話だよ潜ってる人もいないっていう。 状態だとまあ実際は何人かは来てると思うよ通り過ぎたりしてる人数多分いると思うんやけどで多少のコメントもあると思うんやけどまあ言ったらその自分が来てほしい時に来てくれないわけよ言ったらね。で他の人の配信見たらなんか人が集まってるように見えるからその。<laughs> で自分だけなんか人来てくれなくて寂しいみたいなどうせみんなリスナーが冷たいとか言ってるけどお前に魅力がねえから来ないだけだと思うよねだからそもそもリスナーでも何でもないんよリスナーっていうのはその,その人が好きで来てるからそもそも来てないっていうのはお前のことが好きじゃないっていうことなんよ面白くないとか面白いとかってあるけどそれはその,その時によるやん例えば あの面白い話をしてるから来るとかってあるけど基本的にその配信とかって YouTube のこういう喋りの動画とかってまあおもろいおもろくないってあるけど配信なんて基本的にうちわ話だからその知らない人が見たらあんまり面白くないんよそんなしゃべりが上手いわけでもないしだってプロが喋ってるわけじゃないから基本的に俺も含めてね基本的にプロじゃないど素人がしゃってるわけだからそんな話なんか面白くないわけよ言って。だから そ,のそうなんやけどだからうちわで盛り上がってるだけだからそもそもそれを知ってる人が盛り上がってるわけよああそんなことあったねみたいな盛り上がってるわけよ。だから裏を返せばその適当に話をしててまあ一人でもいいから一人でも二人でもいいから適当にリスナー集めて。 でまなんだったら自分のそのツイッターとかで絡んでる人でもいいわけよ。俺はツイッター今使えないけどそいつは多分ツイッター使えるからツイッターで人適当に集めてもいいしインスタとかでやってもいいしまあとりあえず適当に集めてさ。んでそいつと何か思い出作ればいいよね。そしたら次からそのネタで引っ張れるしでもそれをせずにまあただ何時何時に配信やるんで来てくださいって毎回それをやるだけ。まあもちろんその 最初に告知してるだけ賢いように見えるかもしれんけど告知したからって人が来るとは限らんしその視聴習慣とかもあるしその基本的にねその通知出して確認して見に来てくれてるんだからその例えば30分なら30分ぐらい。 僕の枠に来ていてくれてもいいじゃないって思うのかもしれんけどお前に使う30分がもったいないっていうことなんよ。あのねいい加減に理解しろっていう話俺も今度そいつがコミュにそういうの書いたら俺一応さサポ入れたまんまになってるから、まあ、向こう切ってると思うけどブロックされてないからあいつのその何コメント欄にお前に魅力がねえからだって書いてやろうと思ううよ実際さ俺もそうだと思うよ。 俺の枠あの、今日も配信あったし、たまにやったりするけど、人来ない時あるもん。それって面白くないってのももちろんあるし、言ったら、それなり影響力がないからなんよ、実際ね。で、たまに来てくれる人をいるやん。で、それはもちろんさ、普段絡んでる人は来てくれるわけよ。タイミングが合えばね。でも、タイミング合わなかったら来てくれないわけで、他の人がやってたら来ないかもしれないし、言ったら、もっと押してる人がやってたら来ないかもしれないわけやんか、言ったらね。 だからそもそもそれはお前の優先度が低いっていうことなんよ俺でもそうだしお前でもそうだし誰でもそうだし言ったらねだからその鬱陶しいなって思うよそれをずっと言ってんのほんでそれをずっと言ってるわけよそのコミュとかにも出してるしもっと言ったらその自分の配信でも閲覧ゼロとかって自分でタイあの <laughs> テロップに書いたりするわけよ閲覧ゼロとか。うん そんなさそんなねちょ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 したやつの枠誰が見に行くねんって何がおもろいねんそんなやつの話がっていう気色悪いネガティブが映るわっていう話やぶ <laughs> っちゃけ <laughs> そんなやつの枠誰が行く面白いか新器臭いほんまにな <laughs> 頭おかしいやろ分かるやん考えたらお前がそんなこと言ってるから人けえへんのやろっていう話やんだって言ってもそいつ多分サポーターとかそれなりにいるはずだししかもそのリスナーの人とかがその何そのコミとか出したら来てくれるって多分言ってくれてるんよねだから多分そういうクソネガティブなことを言わなければ来てくれるんやろうけどワンちゃんその時間さえ会えばねいやけどその毎回ネガティブなこと言ってるから行く気にならんわけよそんなこと言ってるから。 面白くないもんな陰気臭いしなんかなんかあのかわいそうになるやろ <laughs> 見ててかわいそうもうええかってなるもんな,こ,れなんかこんなん見て何かこっちまで規く臭くなるわってなるもんねぶっちゃけだからうーんあれはほんまに今度コミを見かけたらほんまボロカス書いてやろうと思ってるん、ね、ほんまにブロックされてもええからボロカス書いてやる絶対 <laughs> もうアホみたいにボロカス書いてやるね。やほんまそいつが泣いて首吊る ぐらいい書ててと思ってマ,ジでマジでイラつくもんほんまにああいうやつしつこいねいつまで言ってんのまあたまに言うんだったらまだ可愛いあるけどずっと言ってるからなあいつほんま1年ぐらい <laughs> そんななんていう一1ヶ月とかそんな世界じゃないからほんま1年下手し2年ぐらいずっと言ってるから2年もならんかさすがにいやけど1年近くほんまにずっとその 人が来ない人が来ないみんな冷たい冷たいってずっと言ってるからな人のせいみたいにお前のせいなのに全部全部お前のせいだよっていう話なんやけどお前がつまんねえからだよっていう話なんやけどはっきり言ってお前に魅力がないつまんないクソみたいな人間だから誰も来ないんだよっていう話なんやけどうんいいかげ理解しろやって言うとそれをねだからそのしかも本当にリスナーがゼロなんだったらわかるよそのサポーターも全然まあ1人2人しかいなくて。 本当に来る因子が全くない人だったらまあ分かるよそう言いたくなるそこまでネガティブになる気持ちも分かるけどそんなんだったら多分配信やめるからねそういう人は多分ねそいつなんかはある程度サポーターがいてなんかそういうんか自分が言ってたらその「大丈夫だよ私が行くよ」って言ってくれるだろうと思ってなんか情に訴えようとしてんのがキモいんやねそれがそれがまたさらにキモいんよやめるんならやめればいいのになんかあの みんな冷たいとかなんかねかわいそうに思えるようなことを言ってたらなんか手を差し伸べてくれるとでも思ってんのがクソほどキモいね <laughs> ほんまに <laughs> あのファッションメンヘラみたいな <laughs> ほんまにキモいわと思ってっていうのが一つ文句言いたいのがでもう一個は、まあ、これはさ正直 そんなに俺が言うことでもないんやけど専門家でも何でもないあれなんやけど格闘技の話俺も試合を後から見ただけだから何とも言えないんやけどさあの柴田がさ雷陣にさ今年もまあ出場したやんか言うてねあの大晦日の今年っていうか去年かで去年のね大晦日に出場してんでまあえっと久保優太選手だっけ相手 K1 の元チャンピオンかなんかの選手にまあ1ラウンドで。 一本勝ちして、KO、でなっていうのがあって「おすごいやん」って俺多分コミュにあげたと思うんやけど <laughs> その後さあとさ相手のね負けた久保優太がさ「あれやらせなんです」みたいなあの実はその1ラウンドでその勝負を決着つけるんじゃなくて2ラウンドまあ言ったらラウンドガードで天チムがあの出るっていう演出があったから。 そ,のそこまではし留めないでくださいっていうふうに柴田から打診されたってでこんなんいつもやん <laughs> 言うて柴田毎回やんあの安保ルキアの時もそうだったしそ,のそれこそあの朝倉未来の時だってそうやって300万払うから負けてくれとか1000万払うから負けてくれみたいな毎回やってるやんまあそれ LINE でやったのがちょっと。 あのー、あれだったんかもしれんけど毎回やってるやんでそれを毎回逆にネタにされてこんなこと言ってきたよって相手にネタにされてたわけやんか言ったら朝倉未来とかがあの柴田がこんなん言ってきましたみたいなのを動画に出すからそれがやり取りになってたわけやんか今まで。でそういう前があるのに <laughs> それを真に受けて「分かりました」言うてそれやったんやったらお前が悪いやろそれ。 お前がアホなだけやろって柴田のキャラ分かってないのっていう話は明らかに嘘やろそんなのなんか顔に障害があるからあのテンプルはな殴らないでくれみたいなそんなわけないやん <laughs> そんなんやったら試合出たらあかんやろそもそもやからうんめちゃくちゃやなと思ってしかもそれ負けてから言ってるからそもそもあれ勝ってたら言ってないわけよな言ったらもうそれも汚いよなって汚いっていうかバカ正直すぎるよねって思うよ ただの作戦勝ちだしだまあ騙し打ちをされたって言ったらだまし打ちされたんやろうけど割と格闘技ってそういうもんだもんね割かしその場外乱闘がまああるもんね最初にそのお互いにいろいろやり合ったりとか心理戦やり合ったりするからまあその誰かが言ってたけど LINE でね個人でつながってやり取りをしてそれにまあ例えば柴田が送ってきたんだとしたら。 そ,のそれに乗っかって返してしまった時点でもう負けだよね正直 <laughs> その時点で負けだと正直なんか誰かがあれただの柴田のあ,のあれでしょ作戦勝ちでしょって他の格闘家の選手誰やったか平本蓮さんやったかなが言ってたけどまあまあそれはその通りなんやけどさあのそれ以前にもうそこに乗っかってる時点で いや分かるでしょみたいな乗っかるんだったら乗っかったふりしてなんか逆に騙し打ちするぐらいのさあの朝倉くるが多分やったやんかで多分あれね、あのー、四国かなんかのちっちゃいリングでね、あのー、朝倉くると対決する時ってやったんよねえけど今回はその雷神のでかい舞台だからなんかさすがにそんなんできないって思ったんかもしれんけどそもそもね騙し打ちすることぐらい騙し打ちでもないよねそもそもだっていつものことやから。 今までやってなくて初めてやったのやったら確かにそれは騙し打ちやけど毎回やってるからな <laughs> 恒例行事でしかないことをまんまと引っかかったんだとしたらそれはお前が悪いよっていう話にぶっちゃけその格闘家とか関係なくなっちゃうよねでだっていつもやってるやんって知らなかったわけではないはずやからしかも言ったら確か何か 奥さんサラ,サラっていうなんか綺麗な奥さんがあの気の強い奥さ,ん奥さんがいらっしゃるけどあの人がなんかその柴田との対決のなんか間に入ってどうのこうのっていうかあったらしいけどそうだとしても別に本人のねその久保雄太もさ分かってるわけでしょ言ったら柴田がどういう人間かっていうことぐらいは分かってるわけでしょ。で分かっ ったた上だったらそれれ言ってきてき情に流されたとかそのまあ1ラウンドぐらいはって言ったんだとしたらそれで1ラウンドで反撃されて、まあのー、ガチで攻撃されてえ嘘そうそってのままにやられたわけでしょ言ったらそんなの自分が悪いに決まってるや <laughs> しかもそれを後になって「実はこんなことがあったんです」って言ってるやわけやろでかき乱してるわけやろ。 まあ柴田がダサいってよくあの何あの救いたいの動画とかでも言ってたけどほんまにダサいと思うぶっちゃけそれに関してはあの奥さんのさサラさんがさ「ダサいと思います」って「自業自得だと思います」みたいなことを言ってたよねそのことに関して奥さんもそう言ってたんよでも俺もそう思う奥さんの言う通りやとマジで奥さん正しいと思うあのサラっていうあの気が強いめっちゃ気が強いけどでなんか批判もあるけどさ俺ってめっちゃ正しいと思う言ってること自業自得やと思うし でうんそうううややとと思思よよ <laughs> 作,作戦負けやと思うよただ単にでしかもそれ後になって後出しじゃんけんして「あの実はこうだったんです」って「あの正直に告白します」ってあれ絶対勝ってたら言ってないからな <laughs> そもそもだからダんだいよなって思うしかもプロの選手がさあんなんやってさまあまだまあ確かにそのまあ言ってもど素人というかさプロ 半,半プロぐらいの柴田に負けたっていうのは確かにダサいけどダサいっていうかそのマイナスな部分が大きいけどさ潔く「すいません僕が負けました」って言った方がまだまだなんか多分いいように映ったんじゃないかなって思ったあんな風に後になって「実はやらせがあったんです」なんて言い出したらしかもやらせでも何でもないしな実際。 あれはやらせまあただそのだから LINE でやったのが良くないんやけどあれ出したら自分も恥ずかしいって思わんのかな <laughs> 逆に <laughs> 後になってあんなん出したら自分も恥ずかしいだけやろうんと思うんやけどねはいまあ、ちょっと今日は2つほどねちょっと文句を言いたくて <laughs> そんな話にちょっと何て言うんかな愚痴というか悪口久しぶりにちょっと毒舌が炸裂しちゃったんやけど <laughs> はいまあ、そんな感じでね「ダークネス・ローズ」でしたバーイ。